メーカーロゴフランクミュラーフランクミュラーウォッチランド、本社ムーブメント腕時計デッサン1腕時計デッサン2フランクミュラーとは、ブレゲの再来と称される、スイスの時計師1が創業した腕時計メーカー、およびそのブランドである。スイス、ヌーシャテル州ラショードフォンで、スイス人の父とイタリア人の母の間に生まれ、10代の頃から骨董品や古い機械式時計に見せられた。 1975年、ジュネーブ時計学校に入学、3年以内に履修する単位を1年で習得し、卒業前からその卓越した技術が注目された。当時は卒業時にロレックスが1本分のパーツを与えて自分で組み上げるというのが卒業検定の一つとして存在したが、そのパーツにモジュールを追加し、永久カレンダーにした。 同じ部屋で共に学んでいたアントワーヌ・プレジウソと共に主席で卒業した。卒業後は主にオーダーメイドでの時計制作で自己資金をため、制作場所はパーン工房の2階を改築していっていた。独立時計士アカデミー会員となり、スベン・アンデルセンの下でコレクターや博物館から依頼されたパテック・フィリップなどの数多くのマスターピースの修復作業を行う。一方で、 独自の創作活動も続け、毎年のように複雑時計を発表している。スイスのジュネーブ在住。1991年11月、ジュエラーかつケースメーカーだったバルタン・シルマケスと意気統合し、テクノウォッチを設立、フランク・ミューラーブランド製品の製造を始めた。当初は全数自社製作で高級時計メーカーとして知られるようになったが、1994年から、 ベースムーブメントに、エタ製品も使用している。また、一部には、クォーツムーブメントも使用している。1998年に、フランク・ミューラー・ウォッチランドに、社名変更し、SIHH を離脱して、独自の時計展示会、WPHH を開催した。現在は、ピエール・クンツ、バルタンの息子サスーンが設立したクストス、イギリスの宝飾品メーカーバックスストラウスを、 はじめとする複数のブランドを所持するフランク、ミュラーウォッチランドグループとして運営している。それに伴い、アカデミーからは脱退した。だが企業としての急激な拡張のために、フランク自身が経営に関わらざるを得なくなった結果、組織内で不協和音が生じ、2003年にシルマケスとフランクとの確執が生じたが2006年に和解にこぎつけた。現在では、シルマケスが、 CEO となり、開発チームを2つに分けることにより、フランクが時計開発に専念できるようになっている。特徴としては複雑時計の他に、アンティークネー時計に用いられていた、ビザン数字を用いた、文字盤、曲線を帯びた、丸型の、ドノーカーベックスなどの独創的なケースなどが挙げられる。 この他に、ラウンドヴィンテージなどのように古典的なブレゲ数字を用いた時計もラインアップしている。このように、アンティーク時計の修理で培った知識と技術に基づくデザインを自作に取り入れている。ただし、商品が非常に高額にもかかわらず、独立系であるために、人員、部品に限りがあることを理由として、並行輸入品のオーバーホールを認めないなどの問題が指摘されている。 現在では iPhone のケースや宝飾品の製作、日本における結婚式のプロデュースなどもいている。日本においてフランク・ミューラーと商標を争い敗訴した。フランク・ミューラーの他に展開しているブランドは以下の通りである。ケース形状別コレクションデザイン別コレクション機能別コレクションスイス高級時計が普及価格帯に参入。日本市場に寄せる期待とは 超高級ブランドがコラボレーションマイナビニュース2015年12月9日2015年12月9日閲覧実際にはランダムではなく8、1、6、11、4、9、2、7、12、5、10、3で1時間経過により5メモリずつジャンプする。ありがとうございます。